兄弟です。お願いします。お願いします。お願いします。まあ、特にこう雨の日のねバスこう乗っててで、ね、こう2バス停分ぐらいこう進むわけよ。こう座って乗ってて2バス停分ぐらい進んだ時に、うん、なんかこうじわって実体のないじわってなって、なんか今ちょうど足臭くなったっていう瞬間あるよね。なんだそれ。ちょうど今だっていう。今足草の判定員が来たらもう今アウトだ。何それ。12秒前はセーフだけどっていう、足草判定員じわーっていうね、うん、じわーっとしか言いようがない瞬間があんのよね。でこれ今後人生のポイントであると思う、ね、人生のポイント多分何回かあると思う。じわーが、でその次のじわーが来た時に、うん、お前俺に LINE して。はい。次のじわーが来た時に、うん、お前俺に LINE して。今って。今って。今でいいから。足臭くなった時俺が、うん、あ、足臭くなったって連絡。そんな咲かなくていいよ、もう今でいい。咲かなくていい、うん、今って言ってくれたら俺、その俺が持ってるお前の100点の画像を送るから。何の話。俺が持ってる100点の一番かっこいいお前の画像を送る。漏れてる画像ってこと、ね、漏れてるやつ、うん、でね、お前こうバス なんでね、聞いて。それはじわーってじわーってなって、こうバスの中でその100点の画像見るだろ、うん、だから100点だなって、俺100点かっこいいなと思う。でもこいつ今足臭いんですよね。じゃあもう93点じゃん。知らない。7点減点じゃん。足臭いんだから93点になって、でお前どう思うかこれ見て、うん、100点の俺どこって。なんだそれ。なるの。100点の俺どこって。100点なのに93点だって。でお前こう100点もう一回取り戻そうとして、次のバス停でね乗ってきた人にこれ席譲るわけ。100点取り返そうとして、うん、でもこれせいぜいもらえても2点じゃん。そう、もう上げすぎなぐらいなんですけど、せいぜい2点で95点になる。で95点になってこうバス揺られて、で95点のまま家帰って、でもその日はもう靴下脱いでこう洗濯機入れてもうシャワー浴びて寝る。で次の日起きてその画像もう一回見てみ。お前もう102点だぜ。なんだそれ。